はい、皆さんこんにちは。はい、ということで今日は言いたい放題チャンネルです。あのね、まあとにかく、まあコロナの自粛枠があってね、それでどうのこうのと、都内の感染がまたクラスターがどうのこうのと始まってますけど、日本人って本当すごいなと思うのは、この情報操作にされやすいっていうの、あの別にね、どうでもいいですよ。で、世界はやっぱりいろんな人種たちがいろんなことを考えてるんだけど、やっぱりね、世界の人たちってのは日本人ほどね、情報操作されない。世界の方がされた方がいいっていうぐらいね、要するにあの感染とかそういうの本当にあるのに、日本は大したことなくても大騒ぎする。なんでだろうとかね、やっぱりあの政治でも何でもそうなんだけど、恐怖っていうものがやっぱり人間の心をシェアするっていうのが分かってるわけじゃない。だからその恐怖をどうするになんだろうな、やっぱりいっぱいあの押し付けて、その恐怖に対応してみんなで頑張ろうって言って、悪くはないんですよ。悪くはないんだけど、それによる弊害を考えない今の政府ってどうなのかなってことを最近よく思いますね。はい、本当にもう一回ね、これをぜひ言いたいんですけど、頑張りましょう。とにかくまずは言いたい放題チャンネルです。はい、ごめんね、時間がギリギリだったんで、結局ね、最初からもう一度ね、考察したんだけど、このコロナって風邪なんですよ。それで、昔のスペイン風邪ってね、今から100年ぐらい前に流行った風邪、これも風邪なんですよね、簡単でね、インフルエンザの最初って言われて、これもね、肺に来てね、重篤になる。で、これは肺に来て重篤になるのはどういうことかって言ったら、何度もこれいつも言ってるように、ウイルスは細菌と違って直接人間の体に作用しづらいんです、健康な細胞にはね。じゃあどうなるかって言ったら、そのウイルスは、体の中の細菌ね、要するにいろんな菌があるんですよ、人間の体って。大腸菌があったら何があったり、肺にもどこにもいっぱい菌があるんです。その菌と共存してるのね、いろんな大腸菌なんてのは本当はそれでものすごいさ、大変なさ、中毒を起こしたりするんだけど、ね、結局、人間の体の中で悪さしないように共存して毒素を出さない。ところが、まあ、そういうもの、肺にもいろんな菌があります。そんなね、いろんな菌に、感染するんだよね、菌がね、そしてその中で菌が排除するときに毒素を出す。で、もうすごく変異じゃなくてね、要するに分裂しやすいんですよ、 RNA ってのは簡単だから。そして、分裂して増えて増殖していくと、これによって障害が出るんです。だからスペイン風邪の時もそうなんだけど、ものすごい肺炎になってね、みんな死ぬんですよ。3、4日で死んだと。似てないなんかね、もちろんもともと既往症を持ってる人がそうなるんであって、健康な人たちってのはもともと肺にね、そんなような菌持ってないんですよ。結核菌だとかいろんな菌あるじゃないですか、ね、だからそこにはならないと。だ、問題はもうどこでもそうなんだけど、今までのそういうウイルスの疾患というのはそういうものが、一つのパターン。だから風邪でお腹が痛くなったとかね、お腹風邪とかよく言ったじゃないですかね、ああいうのもそうなんですよ。だけどそれ以外に別のウイルスがあって、特定の部位に、寄生してそこから起きると、血液とかね、これがエボラ出血熱とかね、エイズとかあるでしょ。だからそういうものと合わせて3種類か4種類かにしか大まかに分かれないんです、簡単に言うと。その中の一つ、風邪が、コロナなんですよね。で、今分かっていることは、もうこれでそろそろバレたと思うんだけど、日本人は感染率が低い、ね、抗体ができている、重篤化はそんなことしない。たまたまこれに拍車かけたのが志村けんさんのね、が死んだことで、ものすごい拍車かけたでしょ。で、みんなあんな人は死なないと思ってるわけだよ、寿命以外に。ところが現実的にはこういうことが起きたと、それ以外にもいっぱい死んでる事例あるんだけどね。でね、これからどうなるかってことも含めて、やっぱり一番大事なのは、病気は治るし健康になるし抗体もできるけど、経済は簡単に治んないんです。これが重要。まあ補正予算のね、第二次補正予算を作って31兆円かな、これを計上したと。ということは、結局国は何としても国民に対して、やっぱりね、救済措置をしなきゃいけないから、最大30万まで10万かける3回出すという意気込みが出てます。で、さすがにこれに乗り遅れたら野党もダメだから、野党もこれまでは協力するような感じでしょうね。だけどほら、森友だとかそういう話の延長線上はいまだにバカなやつがやってるけど、とにかく今現状はなんとかこれをね、収束したということにしていい。ここだし重要ね。人数なんか発表なんていくらでも水増しも水かさもさ、減らすこともできるわけでしょ。で、現実的にそうやってんの、これは。要するに1日で翌日のなんてさ、感染例なんて出るわけないじゃない。だからそういうものをあらかじめ予測しておいて、そしてそれに水増しするかどうかで、今はね、要するに気を引き締めないとやっぱりやばいのよ、クラスターになっちゃうのよって言いたいから人数増やしてでしょ、ね、で、大丈夫その時にものすごく2人とかなってやって、問題は明日明後日ですね、この数字がどうなるか。で、これがまたね、2回目のどうたらこうたらをやって自粛なんてやったら東京崩壊しますから、やらないでしょ。そんなの許さないよ、国民が。もう分かってるからね。さあ、だから僕らもね、はっきり言ってイベントでも何度もやります、前からやるって言ってるけど。で、なぜやれなかったのかっていうと、やりたいところのお店がやってないからでしょ。簡単に言えば居酒屋もやってないし、どこもやってないね。7人に、はい、閉店ですなんてふざけんじゃないって言いたいじゃん。だからそういう街に来るのは当たり前、
ね、だから日本全国、世界に比べて一番安全な国になりつつある。そしてオリンピックとかそういうものに向けて、これやめるわけいかないんでね、中止だとかバカなこと言ってるけど、やめたら日本の経済あらゆるのも崩壊します。それの準備のために動いたこと、1年だって厳しいんだから。で、アメリカと一緒に放映権も含めてやります。無観客なんてありません。だから日本が主催して、日本が認めた安全なところだけが入ればいい。外国からはオリンピック選手団行きたいんだったら2週間隔離して全部やって、検体もちゃんと調べて大丈夫だって人間だから僕らいいだけじゃないですか。それが1年後でしょ。全然問題ないよね。俺は変な話だけど、夏でもできると本当は思ったんだけど、世界の国がそうやって自粛っていう形のムードにしちゃってるかな。あと、対中国包囲も、これもしょうがないね。だから中国が悪いとかそういうことは後の段階であって、今現在は、世界の経済が一番怖い。だから人によってはさ、経済より命が大事でしょっていう人がいるでしょ。僕はそんなことないと思います。経済も命もどっちも大事だけど、場合によっては命より経済が大事です。こんなん当たり前です、今までの世界ね。だから日本だと、例えばなんだハイジャックされた時にさ、国民の一人の命は地球より重いなんてバカな政治家がいたけどね、福田なんとかっていうね。だけどそれでもう大変な品種を買っちゃって、世界で支持を変えました。アメリカは人質が取られても TWA の突入みたいで、やっぱりアメリカ国民の、そういう尊厳のがでかいんです、命。わかる？イスラムの子供なんかはいいとか悪いじゃないよ。イスラムの子供なんかは命なんてのは薄いのね。だから一番偉いのは年を取った良識なるイスラムの、じいさん男ね。それでだんだんと若いのに命の価値がなくなって、子供なんていくらでも産めるわけだし、生まれた時に、日本人とか例えば欧米人は天使だって言うけど、悪魔ですからね、イスラムはね。勝手にうんこしちゃうわけだし、イスラム知らないわけだから、これを教育して立派になって大人になって、しっかりしたイスラムになるとね。そういうことなんですよ。だから結局話が合わないの、全部どこも。だからどこがどうだ、ニュースもどうだって、全くそういうことをさ、もっといい加減のもとに話が進んでることは分かってほしいんです。どうすればいいって、日本にあったことは日本のこのままでいいですよ。僕も別にそんなことに対してさ、ね、文句はないですよ。しょうがないよ、みんなね。やっぱ話しててもそうだと思ってて、やっぱりテレビみたいないい加減なもん、 SNS だって最近やばいのに、私はテレビしか信じないとかね、例えばもうニュースはもう新聞しか信じないなんて人もいるので、信じる信じないは構わないよ、僕はそうじゃないってだけで。で、話し合いをした時に、まあ当たり前だけどやり込めちゃうでしょ。そうした時に機嫌悪くなっちゃう。だったら話し合いしないでください。勝手に自滅してもらって構わない。ね。今そんなことよりも怖いのはどういうことかって言ったら、この夏の台風ですよ。これのが全然怖いね。台風とか大雨ね。まあ地震も怖いけどね。当然地震も怖いけど、一番大変なのはこの夏の台風じゃないかな。台風とかね。要するにどんどんすごくなるから。ね、猛暑もそうだけど、どんどんすごくなります。その時に3密なんか言ってられないでしょ。だから今はもう開けるしかないんですよ。で、どうしたらいいか。で、今回また15人かな、なんかさ、感染してね、クラスターがまた始まったって言ってるけど、調べてください。全員一人残らず院内感染、わかるよ、東京。だから一番危険なのは、居酒屋でもカラオケでも、それこそライブハウスでもなければ、それこそ要請なんだよ、キャバクラでもない、一番危険なのは病院なんですね。だからなんで病院が悪いかってことも分かってるのに、病院がダクトで空気が全部つながってると、配管排気も全部同じところでつながってるってところ言えない。あと空気感染してるってこと言えないんですよ、ね、最初にそのタイミング逃しちゃったし、ね、空気感染っていうとみんなさ、怖いイメージがあるの、わかる？そのウイルス映画がみんな空気感染だから。でも風邪もインフルエンザも何一つとして空気感染以外のものないでしょ。空気感染ですね。なのに接触感染だとか、手袋を作ろう、手洗え、ね、歯磨けは言わねえだろうけど、マスクしろ、フェイスガード、いいよ、花粉症とか他のものにもね、やっぱりそれに対して、やっぱり感染症を防ぐためにはすごくいいことだけど、それがまことしやかに一人歩きしてることがおかしいんですよね。だからやっぱりさ、僕らがこれになった時どうですか。アビガンの承認もそうなんだ。政治がやっぱり絡んでます。アメリカと日本が中国をどうやって包囲するかとね、中国の習近平は果たして本当に来るんだろうか来ないんだろうか、いろんなことの思惑を含めた上で話が進んでるんですね。だから皆さんが思うことっていうのは、もちろん国のまたは県とか市のね、対策との対策をやっぱりしっかりと受け止める必要はあるけど、自分なりの最後の手段を用意しておいてくださいね。だからとにかく 今自分がシミュレーションでお医者さん行くんですよ。もうちょっとしたね、一日 の診断をしてもらって、すいません、今体調はいいんですけど、もしかして私がアビガンとかそういうあれじゃないけどね、要するに必要になるような、要するにコロナになった時に先生とはどうやってやったらいいですか、要するにガイドライン決めておくの、来るなとか行っていいとかさね、電話で連絡してどうのこうのだとか、メールでもいいですよ。そして薬をどうもらうか、薬は何を出してくれとか、アビガンです、大きいだとアビガン、誰が何と言ってもアビガン、こんなの分かってるんですね。
はい、ということで時間になってしまいました。みんな健康に留意して頑張って、はい、日本の経済の危機を救いましょうということで、また来週さようならです。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。